るで。切れちゃう。
Come on.
やっぱりごついぜお前は。それでこそキリュウちゃん。まだまだ行くぜ。勝負はついた。ハルカを返せ。アホ。死ねやキリュウ。おやじ、なんで。ケルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジム、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、ハルカ、怖かった、怖かったよ。遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん、誰だキリュウ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ。お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。え？今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう。はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん、大事なお守りだから。これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。ううん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。ハルカ、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か。おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな。なんでそんなことした。おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？
スゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口利くんじゃねえぞ。バカ野郎。てめえ恩を後で返す気か。すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも詰めていらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すいません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 。たく、風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。気流ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。